四川穴は中国の四川省で作られている漬物である。葉物に限らず様々な野菜を生姜や唐辛子やファーチュウなどと共に塩水に漬け込んで作る。浅漬けもあれば長期熟成した保存食もある。ゴミのうちでもすがらあしゃがまた香味が優れている。そのまま食しても良いし、食材としてまた調味料のようにも用いられる。そのまま食すケースにおいては、 日常のおかずとして、さらには高級宴席でも見られる、汎用性を持つ。中国では、朝鮮半島由来のキムチを、朝鮮包栽、または、乾式包栽と呼んでいるが、市場自体が、韓国産のキムチに押されており、2009年時点で、単に、アワナといえば、キムチが連想されるほどイメージが、固定化された。このため、四川省は、同年7月に、 キムチへ対抗して、四川アワナの市場拡大を目指すと発表し、2020年11月には、ビザンシュ当局の主導により、国際標準化機構から、アワナの認証を受けた。高家明、えや四川アワナ。http コロンスラッシュスラッシュ 1.2.ac.jp スラッシュ ncid スラッシュ ba81584590。続けもある。abc イシグロ稽古。 四川粟菜について、気三33号筑波国際短期大学、23から35ページ、2005年。https コロンスラッシュスラッシュドイドット org スラッシュ10.20843スラッシュ0000432。0000 00石黒稽子、四川粟菜について、気三33号筑波国際短期大学、79から94ページ、2006年。 https://doi.org//10.20843/0000453 <ッ>ドド00中間漬物戦争線あわなが標準制定でキムチに逆襲韓国と中国キムチ論争を勃発ニューズウィーク P12021 年6月26日閲覧ありがとうございます